暮らしていた2人、リハビリすればよくなるみたいだから大丈夫。この明るさにずっと助けられてきたからね。和子の肌を守ってくれてありがとう。一つ一つに感謝の言葉を吹き込みながら、ゆっくりと前を向いて歩き出す。ありがとう。さようなら。感謝り、ずっと一緒に。